はい、皆さんこんにちは。ワンダルグルフィッシュです。では今回は信長の野望、光秀プレイ続きをやっていきましょう。まずやることはですね、鈴木家がちょっとピンチなので、鈴木家の救援ということで、秀吉の三木城攻略を行っていきたいと思います。で、その意味で二正面は避けたいので、まず講和ですね。交渉、岐阜の織田家とは交渉の末一旦講和しちゃいましょう。承知いたしました。その上で、軍勢を動かしていきます。光秀率いる後瀬山攻略軍ですね。これがまだ数としては残っているので、この光秀の1万を手を打ちましょう。三木城の近く岡山まで進めましょう。で、岡山に到達したら、秀吉に対して宣戦を布告していきます。まあ、ちょっと姑息ですけど、確実に勝ちに行きます。かしこまりました。で、その他は、ちょっと一旦お金は貯めておきますか。か、もしくは、そうだな、御所。ここで、歩兵する？それもありだよね。御所、まあ金はいくらあっても困らないので、で光秀が到着しましたね、岡山に。この時点で、宣戦布告をしていきます。秀吉、これで敵味方を選別します。まず家康が秀吉についたと。清須の織田家、岐阜の織田家含めて当然秀吉に味方するでしょうと。鈴木、毛利、さらに筒井、この辺りがこちらに味方か。長宗我部も、味方してくれても良さそうなものですけどね。そしたら光秀のこの1万、これを一旦三木城へ進軍させましょう。後藤又兵衛の6000が迎え撃つんだな。さあ、岐阜織田家、金銭3000、これくらいくれてやろう。さあ、元親が九州を制圧してくれればありがたいですね。さあ、お金も兵糧もちょっとごずつ命令ください。減る傾向にあるので、しっかりと金をゲットしていきましょう。取引を行いましょう。ありがとう。鉄砲の数ももうちょっと欲しいよな。やれる内容としてはね、火巻き。お金はこの先どんどこ減ってきますね。筒井順慶が明智取って切れ。一度味方してくれただけにちょっと残念だな。囲め。三木城はこのまま攻略したいね。で、元親が明智、いや違う、宇喜多に宣戦布告。ここはもちろん長宗我部に味方します。確実にね、三木城をこちらのものにしておきたいので、姫路ぐらいまでは取っちゃいたいよな。蘇合家は滅ぼされたが、長宗我部さすがだな。報告いたし織ます。秀政がさらに攻め寄せてくるか。いや、金がマジでない、やばいぞ。これよりどうす交る、渉を始め金を 金をくれ。なるほど、悪くはない。金が欲しい。金が欲しいぞ。高速行軍。
あとはそうだな、表情の活性、試作強化、試作強化の方が先に欲しいね。で表情の活性も入れちゃおう。でさらに日殺し、維新、伝心、まあ全員雇いましょう。武将はいくらいても困らないので。んー、あとはそうだな、何はともあれ三木城だな。三木城がどうしても欲しい。でできれば姫路城まで進出したいですよね。志の特性効果解放です。あとで志の中身も見ちゃいましょう。さあ三木城は取りましたというところですね。捕虜は誰も味方にはならないか。であれば全員処刑する。さあ取ったぞ、三木城まで取った。これによって、一旦畿内の秀吉を孤立させることができましたよね。まあ畿内にいる秀吉軍かなり数としては多いですけどね。で光秀は一旦もう騎乗させましょう。戻るぞ。その上で武将を配属していかないといけないね。時間だけ進めます。足場より3万4700を譲渡。一旦講和か、いいだろう。その講和受け入れよう。そうなると次の標的はズバリ筒井家だな。裏切った筒井許さん。で御所はちょっとね、何やってんだよって話になるんですけど、雇うのはやめましょう一度。で武将の配属、これをやっていきます。武将がね全然いないところあるんで、まず後瀬山、移動武将を選んでいきます。御所にこんなにいらないんで、まあ、天海、あとは山崎、はい、早川長政、この3人を入れましょう。でさらに三木城、これね最前線になるんでそれなりの武将を入れておきたいんですが、まあここもどうだろうな、入れられる人材は限界があるのでやっぱり御所から入れるしかないね。作兵衛、長谷川、まあこの2人で切り盛りしてもらうしかない。これでいいだろう。で金は全くないので何もできないので、今回は一度軍を返した後の、筒井、ここをね攻略していきましょうか。光秀、橋場軍とまともに激突してもちょっと勝ち目ないから。さあでは軍が完全にすり減る前に宣戦布告して仕留めにかかろう。筒井を、我が軍略お見せしよう。長宗我部はこちらに味方してくれるよね。よし、筒井に味方する軍はほぼいないな。見誤ったな筒井は。いや正直筒井家がね裏切らなければ生かしたんですけどね、そのまま。明智と筒井でいうと筒井は完全に孤立している。外交の勝利だな。合戦自走差なしで勝てそうだな。おまけに春と来た。そうするとこれ畿内の大阪の秀吉を包囲できる形が整うのでだいぶでかいね。ご命令ください。マジででかいな。
なんか盛り返せる感じがしてきたぞ。御所、ここは種まきしときます。種まきはガシガシ、あー土作りになっちゃうのか。じゃあ一旦置いておいて、三木城だよね、三木城の周辺、ここにボールを築いていこう。またボール作るんかいって話なんですけど、まあ、ボールを作った結果ボールが必要なくなったらね、壊しちゃえばいいだけなんで、とにかく今防衛重視で、筒井を倒したら、まあ、ガーモンを攻めるもよし、機内にいる池田あるいは橋場、この辺りをね、撃破するもよしということで、主導権がこちらに来るので全然ありがたいですね。まあ本当にね、三井でもこんな形で戦えれば本能寺の辺の後勝てたんじゃないかと思うんですけどね。これより表情を始める、さあ展開いうこと間違いないからね。展開と利光も間違いないでしょう。議論16、あとはどうだ、いや一旦聞き直そう。光ってくれ、いないか。軍事15はカスだな。利光が光ってくれてる、でかいね。利光ぐらい優秀な武将がもうちょっと欲しいよ、数としては。兵隊管理、これ入れたいですね。ちょっと足りない、金が足りないか。金を使わないものはやってもいいかも。そうすれば次で兵隊管理入れられるんで、ガモンを攻めるか機内の秀吉を叩くかは要検討ですね。この城もらい受ける、そのまま軍を進めていきましょう。左近、鈴木との同盟が切れたと、これはありえないな。鈴木とは仲良くしておきたいので再び同盟の交渉をしましょう。氏里が安土を狙っていると、まあこれは明智光秀で自らの軍を返せば話がつくので置いておきましょう。それより今は鈴木だ、同盟12ヶ月、無論承知。そうなると次の目標は、ガーモンになるね。ガーモンを氏里と能力高いんで配下に加えられれば、左近も惜しいしね。手段は選ばぬ、勝つためならな。さあ取ったよ、全員、そう全員登用します。まずは左近だよね。統率90、武勇92、知略86はでかい、本当にでかい。まあその他はね、宝蔵院陰影とかいるけど、まあどうでもいいな。あとは柳生一族に筒井というところですね、全員雇います。で光秀の軍はこのまま一旦伊賀上野まで軍を進めましょう。進め、毛利と浮田が講和、うん、伊賀上野城もこのまま一気に揉み潰しましょう。ここまで来るとしばらく秀吉との決戦までは時間が稼げそうですね。報告します、先月の終始。ちょっと兵糧がピンチではあるんですけど、ここは一気に宣戦布告してガモを飲み込む。我が軍略お見せしよう。秀吉はガモにつく、当然だな。浮田も同じ。
行きます。まあ、伊賀上野城を取りましょうというところからですね。であとはしっかりと進出も行います。で、忘れちゃいけないのが配属なので、配属もやりましょう。水城と土井城、ここに武将を入れていきましょう。まあ、左近を入れるよね、まずは。で、御所から何人か入れときゃいいでしょう。宝蔵院、あと野牛も入れておく。で、土井城には、まあ一旦、そうだな、筒井一門を入れておいてあげよう。まあ裏切ったら裏切ったで、その時始末します。まずは目の前の伊賀上野城の攻略なんですが、最前線じゃなくなったところっていうのが実はあんまりないんですよね。池田、それに羽柴の秀吉の畿内の軍、城、拠点、これを撃破すれば御所とかね、この辺り一帯が最前線じゃなくなるので、まあ、だいぶ内政の幅が広がると思うんですけど、ちょっとまだそのフェーズじゃないかな。そうするとやれることとしては、しっかり入れておきたい。親切だな。まあ、商人町とか入れとく。承知。ちょっと待ってね、色としてはここか。違う違う、漁村だな、作れるのは。ちょっと待って、なぜ作れないんだ。宿場町、隣接拠点だよね。作っておきましょう。あと茶屋町、まあ、この辺りも作れるときに作っとくしかないので。連兵所。いやー、式とかどうでもいいんだよな。やっぱ商人町なんだよ、金が欲しいもん。証券があるところじゃないとダメだよって言ってるね。囲め。いや、マジで強いな。光秀軍強いわ。このまま行けば、蒲生軍を一網打尽できる。伊賀上野に日野城。この二つを取ったら内戦に専念できる。かつ、ちょっと兵糧がないので、どうにもならないもんね。金がいるぞ、金。金を中心に。ゲットした上で兵站管理を入れましょう。無兵装攻撃力上昇中、これ大きいな。まずは兵站管理。あれ、兵站管理ってどっかで出てなかった？出てない、勘違い。いや、あったよね。優先時提案率上昇アップしてるけど、兵站管理ってなかったっけ、どっかに。ない。え、嘘、あったと思うんだけど、まあいいや。先方提案1は入れましょう。じゃあ湾口整備、兵糧収入増加。いやー、これありがたい、マジでありがたいわ。鉱山開発とかいらないんで、これで進めちゃいます。まずは日野、伊賀上野、この2つ取って、蒲生、氏里を配下に入れましょう。蒲生家の交渉の下、拒否、無条件など問答無用だ、聞く値しない。長宗壁と浮田も講和ですね。
報告いたします。兵糧だけだね、心配なのは。あと承知、兵糧ちょっと買っときましょう。取引を行いましょう。仰せの通り。ありがとうございました。手段は選ばぬ、勝つためなら行きます。ここを勝利できれば決まるな、この戦い。日の城も取れれば一気に戦力的には明智が秀吉に並ぶ、その勢力が手に入りますね。ちょっと今のあの各角の勢力図見ておきましょう、せっかくなんで。今だとこんな感じですね。いや、機内一円抑えてるっていうのマジででかいな。あと家康がちょっと怖いですよね。でやっぱり言っても秀吉、勝家、この辺り健在しているので、ちょっといろいろ悩める感じはしますけど、まあ、ただ毛利、長宗我部、この辺りと味方できているっていうのは、まあ、本当大きいですよね。鉱山、金山あるね、こうやって見ると。いや本当に悪くない。で、継続発展もしておきます。まあ一応にやっておいて問題ないでしょう。梶村、漁村商人町、金は惜しまん。でさらに新設商人町。漁村とかはちょっと作れないんで、あとはどうだろうな。まあ、この辺りもまんべんなく作っときますか。まあ、せっかく城があるんで、城の周りに。かしこまった。一様に作っていきましょう。左近、いや左近マジででかいよな。カニサイゾウ、都市密、まあ、この辺りで一旦手打ちしましょう。金もだいぶ減りましたね。よし、毛利と秀吉が開戦したぞ。これはもちろん毛利に味方して、一気に毛利軍、秀吉軍を蹴散らす手助けをして、あわよくば領地も増やしたい。さあ表情ですね。森、おお頑張ってるね。商業22、この辺りは本当に優秀だわ。これにて表情を終える。マジで優秀。金山の証券、これも金山あるところありましたよね、さっき。なのでしっかり優先的に入れていこう。で必要ないって言ったものの、鉱山もあったんで鉱山もやっとく。金はいくらあっても困らん。金の亡者化しましょう。金の亡者化。おっとしまった、進出するの忘れちゃったね。この城よし、ガモを滅ぼした。氏里よ、我が軍門に下れということで。野球関秀才、石川五右衛門とかいるね。まあ、ここはでも宇治里だね、やっぱり。統率89、武勇90はマジで大きい。三井では一旦騎乗させましょう。いきます。というところですかね。ではちょっと時間もいい時間になりましたので、一旦じゃあここまでにしてですね、
秀吉と戦線再び布告できるようであれば戦端を開いていきましょう。もし無理だった場合は、秀吉軍は今毛利軍で手一杯だと思うので、細川家ここ攻略していきます。もしね秀吉と開戦できなかったらの場合ですよ。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。